の声優を知ってもらおう。イエーイ。皆さんこんにちは。今年の4月からアミレートの準所属になります川部つばきです。今年17歳になったばかりのまだピチピチの高校生です。私は趣味と特技がだいたい重なってしまうんですけど、主に、言えるとしたらイラストを描いたり、あと香水集めだったり、あと可愛い服とかを集めたり、あと自分を着せ替えたりすることがすごく好きです。はい。なぜ声優になろうと思ったのかは、私がそもそも、元々中学校の頃に演劇部に所属していて、その時に、まあ、演技はすごく好きだったんですけど、お客さんの笑顔を見てると自分がすごい笑顔になれて、どこかのタイミングでアニメを見始めるようになって、そこでなんか自分もすごいアニメを見てるだけで笑顔になれたので、あれ、これは私の将来の職業にできるんじゃないかなと思って、この声優さんという道を選びました。声優になっていなかったら、私はそうですね、なんかもともとその声優さんになる、なろうって思ってたその前の時に、なんかツボ押しマッサージ師みたいなのにすごい憧れてて、それこそなんかお客さんが気持ちいいみたいな顔を見るのもすごく好きで、私は全然関係なく声優さんとは別のお仕事になってしまうんですけど、そのマッサージ師がすごいいいなって思ってました。養成所時代、そうですね、もともとその苦労したことといえば、外側の筋肉はまあある方かなとは思っていたんですけど、マイクとかで発声する自分の声も小さいっていうのもあったんですけど、中の筋肉が全然なくて、それこそ何て言うんですかね、その筋トレしてても中は全然変わらないので、腹式呼吸とかだったり、それがすごい苦手で、もう自分の家でもめちゃめちゃ練習してました。不安なこと、そうですね、さっきの質問にもあったんですけど、とにかくもう声を出すことがすごく、なんて言うんですかね、普段はすごいうるさいよって言われたりするんですけど、ちょっと本番ってなったらすごい緊張、ド緊張してしまって、なかなかマイクにも声が乗らなくなってしまうことがすごく不安なので、ちょっともっと自分の家でも徹底して、お腹の、体の中の筋肉を作っていきたいと思ってます。中野ヤムレット声優はですね、今年からご一緒に準所属になった川口さんという方なんですけど、川口さんはもともと前期と後期で養成所時代が分かれてて、その後期からご一緒させていただいてて、すごい面白い方だったのでちょっと名前を挙げさせていただきました。あと仲のいいというわけではないんですけど、私が目標にしているのが木のひなさんで、もう見てるだけで笑顔になれる、その木のひなさんの笑顔がすごく好きなので、ぜひご一緒したいなと、現場でご一緒したいなと思ってます。カラオケのお箱はですね、皆さんは知ってると思うんですけど、岩崎よしみさんのタッチっていうアニメにもなったタッチなんですけど、私そもそもなんていうんですかね、アニメの歌とかはなかなか歌う機会がなかったんですけど、友達がすごいいろんな歌を歌ってたので、私もちょっと挑戦してみようかなと思ってやってみ、歌ってみたら、すごく自分の中でちょうどいい歌い方を見つけたりできたので、今でも私の一番のお箱になってます。アミレートを選んだきっかけは、それこそ私がなんて言うんですかね、まあ、演技的にもなんかいろいろ考えてみて、ナレーションに強かったり、特にゲームに強い、アミレートさんがすごいゲームに強かったので、私はゲームでちょっと自分を売り出して、お母さんにそのゲームをプレイしてほしいなと思ったので、ちょっとゲームに強いアミレートさん、まあ、自分個人の意見になってしまうんですけど、アミレートさんを選びました。今後はそうですね、私がすごい
まあ、表情筋が強い方だと、まあ、笑顔がいいなという方を自分はなんか客観的に見てるんですけど、とにかく私の一つの目標である、皆さんなんか私を見てくれるみんなを笑顔にできるようなそんな声優になるのが一つの目標なんですけど、私の苦手なちょっと短所になっちゃうそのお腹の筋肉とかなかなかつかないので、とにかくいろんな現場で川辺は使えるなって思えるちょっとそんな声優になりたいと思ってます。これからの人生楽しんでいきましょう。以上、川辺椿でした。バイバーイ。